ここは心優しき動物、力あふれる動物、誇り高き動物、そして未だ謎に満ちた存在、恐竜。あらゆる生き物が暮らす不思議な大陸、アニアキングダム。この地を制するのは動物か、はたまた恐竜か。今ここに全ての生き物たちの壮大な物語が幕を開ける。冒険大陸アニアキングダム。コツメカワウソのルッタとその仲間たちは、水がなくなったカワウソ村を飛び出し、さまざまな動物たちの力を借りながら、見事オアシスを復活させることに成功した。しかし、大昔より恐竜と動物は争わないのがルール。お前が進む先に未来はないぞ。さらばかつてのトミュ。恐竜たちがカワウソ村に迫っていた。ダークフレームの企み。もうすぐ奴らの縄張りに到着します。うん、しかしなぜここに。あいつを仲間に加えるためだ。まさか。フレイム様は本気なのか。あいつが素直に仲間になるわけが。ムー来やがった。ごくり。どこ行った。行け。来るぞ。来た。池から来やがった。説明しよう。この恐竜はスピノサウルス。ティラノサウルス以上の巨体を持つ上に、水の中でも行動できる肉食恐竜だ。その頃、カワウソ村ではオアシスの復活を祝って動物たちが宴をしていた。オアシスの水最高。ルッタ、そんなに一気に飲んだらむせるで。大丈夫大丈夫。ほら、言わんこっちゃない。さあ続いては、どちらのクマさんがより大きな口を開けられるか。大きな口開けましょう。レディークスゴー。クマさんのオスはどっちが優れたオスか、口の大きさで競い合うんだ。レディーエキサイティング。よん、クマさんたちもイディも最高やで。オアシスの水が戻って本当に良かったな。せやな。ルッタ、この旅のあなたの活躍本当に素晴らしかったですよ。アミンさん、お主の諦めない心が再びこの村にオアシスをもたらしてくれたのじゃ。村の長として礼を言う。本当にありがとう。長老様。ルッタ、あんたが村の未来を守ったんやで。自信持ちや。ハートまで褒めてくれるなんて、大雨どころか岩でも降ってきそうだね。なんやて。うちかてを褒めるときは褒めるんよ。僕も泳いでこよーっと。こらー、ルッタ、話は最後まで聞かんかい。この平和がいつまでも続くことを祈るばかりじゃ。そうですね。平和、俺様たちはお前らのボスに会いに来ただけだ。やっぱこいつらには話が通じねえ。やるしかねえか。
ラッパル率いるベロキラプトル軍団とスピノサウルス軍団の集団バトル、アニアファイト。スピノサウルス突進だ。なんとベロキラプトル軍団警戒によけてスピノサウルスたちを取り囲んだ。行け。なんとベロキラプトル集団で一気に襲いかかった。クビエジャンピングアタック。スピノサウルスも反撃。尻尾を越えてそのまま投げつけた。お前らこっちだ。すごい高速移動。集団での押さえつけだ。詰め攻撃からロキック。倒れた。スピノサウルス軍団は残り1体となった。おいこっちだ、来てみろ。ラプルまたもや高速移動。ほら来いや、こっちだ来いや。スピノサウルスのアタックかわした。噛みついた。もっと残りのベロキラプトル軍団が襲いかかる。4頭で攻撃だ。スピノサウルス絶対絶命のピンチ。取り上がった。しかしラプルだけは離れないぞ。スピノサウルス一体どうするつもりか。もっと木に向かっているような。ちょっと待って、なんとラプルを木に打ち付けている。しかし凄まじい集団、ラプル食らいついたまま離さない。スピノサウルスもう攻撃する力はないか。力尽きた。勝負あり。勝ったのはラプル率いるデロキラプトル軍団。スピーヌ久しい。クレイム。お前とは決着がまだだったよな。どっちが強いか決めるか。来るがいい。俺の牙がお前の全てを切り裂くぜ。最強クラスの肉食恐竜ティラノサウルスとスピノサウルスの激突。果たしてこの戦いを制するのはどっちだ。プルプルな情報をお届け、アニキン TV。今回はスピノサウルスのスピンだ。スピノサウルスは大型の肉食恐竜で全長はおよそ15メートル。背中についてるこの部分は水の中を素早く移動するために発達したのだ。他にも体温を調節するためや求愛のためにも使われるんだぜ。興奮でプルプルが止まらない。ドキドキ。のボス、スピンと史上最強の暴君ダークフレイムがアニアファイト。果たして勝つのはどっちだ。次回火山の決闘。小さな僕らの大冒険。アニキンじゃんけんじゃん。